も美び県の棚田港の萩棚田は、中華人民共和国雲南省港が、萩族遺族自治州内に広がる、棚田郡。高賀南岸の愛老山中にあり、も美び県を中心に、高賀県、緑春県、金平県など、複数の県に及ぶ。総面積約5万4千ヘクタールで、最大標高1800メートル、最大勾配75度の斜面にまで築かれている。 この地に移住してきたハニ族の人々が8世紀頃から永遠と作り広げてきた。国連食糧農業機関により世界農業遺産に認定された世界最大の棚田軍である。世界一の棚田を1300年かけて築き上げたのは少数民族、ハニ族の人々である。他民族に追われ奥深いこの地にたどり着いた彼らは気の遠くなるような労力で山肌を耕し、 独自の考え技術と農法を磨いてきた。森や霧など自然を巧みに利用した棚田は、一つの巨大な循環システムでもある。ハニ族が独自に稲作を始め、棚田を築いたように紹介したが、追悼工作は、水の確保と収穫時の水はけを両立しないといけない。ため最初は、棚田方式から始まったと考えられるからである。2011年に、中華人民共和国が、 世界遺産に推薦した。世界遺産委員会の諮問機関であるアイコモスは2013年に登録を勧告し、同年6月22日にカンボジアのプノンペンで開催されていた第37回世界遺産委員会にて正式登録された。世界遺産委員会でも勧告がそのまま受け入れられたので、この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし、 登録された。ありがとうございます。